感動ファクトリーと相なりますやら。ジャイアンツは井川圭、その井川の立ち上がり1回2アウトから江藤にフォアボール、松井にはワンストライクからの2球目120キロのスライダー、井川に軍配。工藤1回2回と三者凡退順調、しかし3回バッター山田2ボールからの3球目でした。ストレートズドーンとバックスクリーンへ2号ソロ。工藤呆然、タイガース先手を取った。女房役がまさに好リードで井川3回までヒットを与えず、4回は清水フォアボールで江藤ツーエンドランからの4球目カーブ。ノーアウト1塁2塁でまたまた松井との対決、井川粘られて9球目センターへ。さあこの時二塁ランナーの清水はタッチアップできなかったのかどうなのか。そして清原バッターボックス、カウント2エンド1からチェンジアップ、うまい、ショートへ6-4-3。今は本当によく踏ん張った。続く5回は二岡ツーベース、吉永の2球目にスチールも決めてワンアウト3塁、吉永は2-3から6球目スライダー、1対1同点。井川が頑張ってるんだから何とかしたい。5回先頭は山田、センター松井のところへ、あっ濡れた天然芝が、ワンヒットワンエラー、山田二塁へ。そしてワンアウトからピッチャーの井川三遊間、工藤なんか嫌な感じのまま坪井を打席に迎えます。そしてこれもこの打球もどうだ、清水が追う、フェアかファールか、フェアです。勝ち越しタイムリー2対1。そして直後バッター上坂、ストレートがやや内角寄りに、それをコンパクトに振った上坂、プロ入り初ホームランがスリーラン、しかも工藤から F17 がバットで貢献、最高です。工藤はまさか4回3分の1マウンドを降りる。一方の井川はストレート、スライダー、チェンジアップを駆使して136球、5安打1失点11奪三振でタイガースにとっても初完投撃、ノブさん感激。プロ初完投、感想いかがですか？嬉しいですね、はい、とにかく自分のピッチングをするだけなんで、はい、それだけ考えてました。